桜っ子クラブは、1991年4月6日から1994年9月17日まで、テレビ朝日で放送されたバラエティ番組、および同番組のメインキャラクターである、桜っ子クラブ桜組。本校ではこれらを総括して解説する、全番組、アイドル共和国に引き続き、西部園遊園地にて収録が行われた。ちなみに、アイドル共和国とは、 当時同遊園地内に設置されていたイベントステージの名称で、夏季には同遊園地内のプールでの公開録画も行われた。司会は森脇健二と当時光源氏の一員だった内海浩二。メインキャラクターの桜っ子クラブ桜組のほかスマップやトキオといったジャニーズ事務所の所属グループも出演していた。アイドル共和国では生放送が基本であったが、 この番組は収録が基本となり不定期に生放送もあるという放送形態であった。また番組祭末期では西部へに遊園地ではなくテレビ朝日のスタジオで収録や生放送を行った回もある。さらに放送時間も編成上の都合から通常55分が30分に短縮された回が数回ある。本番組のメインキャラクターだった女性アイドルグループ。番組内では 桜組と略される。は、第1回放送に出演したメンバー、令和、桜組、卒業スペシャルに出演したメンバー、は、最終回に出演したメンバーを表す。あ行か行作業単行な行派行真行や行、シングルタイアップ写真集チェリーパイ、桜っこクラブ桜組メモリアル写真集撮影。 クジライヤソウ ISBN978 から48億2112万154、桜っ子クラブ桜組に関するカテゴリありがとうございます。